どうもです。今回もやっていきましょう。というか前回のあれで思いっきり挫折しそうなんですけど。まあ、そんなことは置いておいて気合でなんとかしていきます。夜回りは気合さえあればなんとかなるんでしょうきっと。それでは早速始めていきます。今回はしっかり家に帰ってセーブしたので、学校の時みたいにデータが吹っ飛ぶなんてことはないです。ご安心ください。それで、動画の前半は、前回の田んぼ道で拾えなかったアイテムを拾っていきます。お地蔵さんの力を使ってテレポートします。着きました。それで、こいつに石を投げるとどうなるかやってみます。はい、食べない。あ、そうだ、お魚なら食べるかもしれないですしね。よし、投げてみます。そい。食べないですね。結論。こいつは幼魚しか食べる気がない。前回おっさんの花がいるところまで来ました。襲われる前に取って逃げましょう。カビタパン？誰がこんなところに置いたし、そして誰が食べるし、しかも幼魚はなぜそんなものをアイテムと認識して拾ったし。さらに言えばそんなパンをよく素手で拾えたな。うわ、黒いのかよ。あ、今仕事場に戻っている最中ですか、そうですか。それで、アイテムが落ちていたのは確かこっち。ここですね。パズルのかけら？しかも9ってことは、1からあるんでしょうけど、私結構見落としていたりするのかな。そして次はこちら。ただの10円玉でした。以上。あと、幼女のポケットには合計100円までしか持てないみたいです。それでは本編に移ります。相変わらずお地蔵さんは便利ですよ。それでは行きましょう。あ、その前に10円玉を備えして、死んでもここからスタートできるようにします。ではここから15分ほど下りますがお付き合いください。ライト切れるのは知ってる。知ってるってば。にしても本当にこんなところに入っていけますよね。うく主も夜に山行くことはよくありますが、街灯のない山道に入るときは怖いですよ。それじゃ、こいつの攻撃かわしながら行きましょう。こいつの攻撃にもなれないとね。それでその掲示板の後ろから来るんでしょ？私知ってる。髪の毛攻撃か。あいつはこの2種類の攻撃しかしないみたいなので慣れるまでの問題かな。気合で回避。よし。で、前回死んだ場所ですね。右上から来るんでしょ？よし。塩酸攻撃にも慣れてきたかな。もう一回回避。で、下ルートと上ルートがありますが、上行きます。危ない。狭い道で攻撃するのはやめてくれませんかね。あ、どいて。せっかくいいところまで行ったのに、最初からやり直しですか、そうですか。こっからさっきのところまで行くのに時間がかかりました。カットすれば早いのですけど、そうすると物語が早い段階で終わってしまって動画の尺的にあれなので、このまま続けますが、ご了承ください。さっき分かれ道まで行けたのは奇跡ですよ。髪の毛攻撃か。なんか幼女に髪の毛刺さっているみたいに見えたけど、当たり判定本当に謎いですな、あれ。はいはい、髪の毛攻撃ね。また髪の毛ですか、そうですか。それで右上から来るんでしょ？あ、逃げ遅れたわ。これを教訓に、さっきの場所では早めに逃げるということで、先にライトを消しておけば、あ、強制的にライトつけられてライトが消える様をまじまじと見せられるんですか、そうですか。このイベントは飛ばせない模様。とっととさっきのところまで行きたいけど本当にこれ難易度高いですね。というかこれで難易度高いとか言ってたら弾幕ゲームとかどうしようもないことになりそうですね。ここでアイテムチェック。柔らかい木の板がアイテム欄にある謎。ちぎれたネックレスは使用用途が謎。土の香りがする鍵がありますがよくこれで鍵開けることができましたね。あ、ミスった。
石を回収していくぞ。石の回収が地味に面倒くさかったりします。よし、今更ですけどこいつが塩酸吐くときは口を手でこじ開けないと吐けないのか。そこまでして幼女撃退したいの？はい、そこから張ってくるのはもう知ってるから先に行かせてくれ、お願いだから。髪の毛攻撃は遠くまで逃げればいいんですね。もう慣れました。お次は？あ、クソ？慣れるイコール油断になってなかなか進めないじゃないか。もう少ししっかりとしていかないとね。はいはい、知ってますよっと。今更ですけど、こいつの目ってクマモンに似てると思うの私だけ？クマモンに悪い体待っとこ。そういえば、ここに草むらがあるんですけど、隠れたらどうなるんですかね？やってみることにします。あ、隠れていればあいつ消えてくれる感じか。てっきりスタンバってるのかと思ってた。あ、やっぱりスタンバイしてましたね。じゃ隠れます。遠くまで行ったので出ますけど、どうせ遠くでスタンバってこっち来るんですよね。知ってました。回避。それで、右上の方から来るんですよね。先ほどの教訓に倣ってさっさと回避体制を取りつつ先に進みます。よし、あとは分かれ道ですね。とりあえず先ほどと同じで上ルートまで行くことにします。今度こそこっちの奥の方まで行ってやるぞ。髪の毛攻撃ですか？そうですか。まだ来るか。回避。っていうかここ、積んでるくね。イベント発生、あ。はい。幼女が自由落下するとこうなります。約4秒間の自由落下ですから、重力加速度を 9.8 メートルパースクエアセカンド。として、物理基礎の自由落下の公式に当てはめます。その結果、あの崖の高さは約80メートルであることが判明。さすがにあそこから落とされたらうつ虫でも余裕で死ねますわ。という実に無駄な計算もしたところで、今度こそ行くぞ。さすがに知ってた連発だとマンネリ化するからね。あ、すでにしてますか？そうですか。だってこの白いやつの攻撃毎回どこかで食らっちゃいますもん。これはもう怖いというより運がやってくるまでの作業ですね。髪の毛連発のおかげでここまで来れましたね。教訓に倣ってさっさと先に行きます。あ、間違えて反対方向に逃げてしまった。もうそろそろいい加減視聴者様たちも見飽きてきた頃でしょう。私ももうそろそろ同じ風景が続きすぎて、何を言っていいかわからなくなってきましたよ。というわけで倍速。途中にお地蔵さんが置いてあればこんなことにならずに済んだというのに。本当にお地蔵さんは肝心なところにいないんだから困るよ。もう次から肝心なところのにしか見せなくていいですかね？だって作業ですやん。とか言ってたら別れ道まで来ました。もちろん下で。ちょっとごめんください。下には行くなっていうこと？じゃあ、なんで道があるんだというお話ですね。もうカットしました。それで走ったルートに行きます。よし、逃げるぞ。あ、おててこんにちは。白いのは追ってこなくなりましたね。確かこのおてては近づいたらうるさくなるんだっけ。ただの騒音要素であって、幼女の命に危害を加えるものじゃないですので無視していきます。それはそうとよくここまで電柱来てますよね。火事になったらどうするんだ。あ、また幼女が見てはいけないものが落ちている。さっき幼女を殺しにかかってた人ですよね、この人。え、また終わりイベント？殺さないでよね。あ、ダメだこれ。気合回避。ここで髪の毛使われたら済みますね。
あ、なんかクリックできた。消去法的にネックレスはここで使うものなのでしょうね。お？おとなしくなった。成仏なさった。あれ？もしかしてこれフリーズ？まさかのここで画面フリーズとかないよね？画面の右下で幼女が一生懸命走ってるのが見えますかね？あ、戻ってきた。バグではなかったようです。日暮らしの、湯を流したいシーンだな。なるほど。何らかが原因でネックレスを探しに死んだ人が徘徊していて、幼女がそれを解決したから成仏されたということか。なかなかいいお話ですね。幼女さえ攻撃しなければな。お化けさんが攻撃しなければウプ主はフレンドリーにお化けに接するというのに。これ以上お化けに優しく接していたら命がいくつあっても足りない気がする。でも最初の一行の理由さえわかれば全て解決する気がする。これは、お化けたちに奉仕していくゲームなの？よくわからないし、とりあえず次回も探索といきましょう。今回はこの辺で。それではご視聴ありがとうございました。おまけその1。動画編集時にわかったことですけど、右上から白いのが来るところの右上に階段がありました。ここですね。そこには何があるのか見に来ました。落とし物？パズルのかけら銃ですね。やっぱり1から8までどっか探しに行かないといけないかな。それでお花畑の真ん中に落ちているのは？ボロボロのシャツでした。てっきりお地蔵さんの救済措置でもあるのかと思ってたけどなかったですね。やっぱりここはこの難易度なのか。ちなみに、例の彼女はすでに成仏して、死体も消えちゃった模様。向こうに深淵が広がってて怖い。まあ、おまけその1は以上です。おまけその2。さっきのシーンで日暮らしの夕って曲を入れるとどんな雰囲気になるのかやってみただけです。結果、微妙。さすが音楽のセンスすらもないウプ主でした。今度こそ終わりです。ご視聴ありがとうございました。おつおつバイバイ。